Dobar dan, ja sam Masashi Yamanaka, JICA Consultant. Da li znate mentoring? メンタリングは中小企業の経営者をサポートするために作られた効果的な枠組みです。この国と日本が共同でタッグを組んで開発しました。中小企業の経営者って孤独な仕事ですよね。時間も足りない、お金も足りない、設備も足りなければ人も足りない。そんな中で日々会社にとって一番必要なことは何だろう、次に何をするべきなんだろうということを考え続けなければいけません。本当に大変な仕事だと思います。誰かに相談したいなと思ったことってありますよね。同じぐらい真剣に会社のことを考えてくれる、一緒に悩んでくれる、そんなパートナーがいたらいいなと思ったことはないでしょうか。そのために作られたのがメンタリング制度です。メンタリングではメンターが皆さんの会社を訪問します。そして皆さんと一緒になって会社の今起こっていることだ、あるいはこれからの課題、これからの目標、これを考えていく、一緒になって相談していく、それがメンタリングです。メンターたちは特別な訓練を受けて試験に合格したプロフェッショナルです。ただし特定のある分野の専門家ではありません。一つの分野の専門家ではないんです。そうではなくて会社のことを全体的にバランスよく考えられるように訓練を受けています。ですから会社全体の方向性をどうしたらいいんだろうといった相談をしていただくことができます。メンタリングには3つのステップがあります。最初に情報収集、皆さんの会社のことを理解する段階です。インタビューをしたりアンケートを取ったりして皆さんの会社を理解します。2つ目が企業の診断、理解した情報をもとに強みと弱みと外部環境を整理して、次にこういうふうに動くべきなんじゃないでしょうか、こういうポイントに力を入れるべきなんじゃないでしょうかということを一緒に考えていく、これが2つ目の段階です。ここへのポイントは一緒に考えるということです。メンターが皆さんに答えを提供するわけではありません。そうではないんです。メンターはアイデアやツールや考え方のフレームワークを提供します。それをもとにメンターと皆さんが一緒になってアイデアを出して考えていく、ここは大切です。それによって会社の全体的な方向性を見つめ直していくことができます。3番目、アクションを進める段階です。そして見つかった重点的な課題に向かって皆さんはいろんなアクションを取っていかれますよね。その会社がアクションを取っていくのをメンターがサポートします。情報を提供したり、あるいは事例を紹介したり、あるいはアイデアを出したり、うまくいったら一緒に喜んだりします。それが3番目の段階です。メンタリングはこれまでたくさんの成功事例を生み出してきました。マーケティングについて考えた会社もあれば、あるいはチームビルディングの仕方を見直した会社もあります。会社の全体的な方向性を決めるために役立ったというふうにおっしゃっていたオーナーもいました。会社の課題の数だけ、悩みの数だけ、メンタリングにもいろんなテーマがあります。でも大切なことは一つあります。大切なのはメンタリングとメンターとオーナーの信頼関係です。信頼関係がなければメンタリングはうまくいきません。ですからぜひいろんな情報をオープンにしていただいて、何でも本音でメンターに相談をしてください。そして一緒にキャッチボールをしていく、相談をしていく、一緒になって考えていくことで会社の次の一手が見つかっていきます。さあ次はあなたの番です。ぜひメンターたちと一緒に新しい次の一歩を踏み出しましょう。